れ様です。お疲れ様です。今日もお疲れさんですね。いや疲れたっすね。いつもいつも八重さん久々っす。どれ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 反応違うじゃないですか。なんか違うね予想と。ちょっと予想と違う。久しぶり。あ、無理やり。あれ終わった瞬間だったけどさ。あ、なるほど。でもスイッチ抜いとったけん。ごめん。あれ。ごめん。どうしたんどうしたん。いやちょっと久々に会いに来たなと思って。やったやつさんに。会いたいな。大丈夫。大丈夫。断れない。結構好きやろ。え、ゴンちゃんとは知り合いますか。そう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 。八重さんびっくりしたためにちょっと。ゴンさんと話させてもらって、え、言ったけし、なんかこっちの方帰ってくるって言ったっけ。言ったっけ。いやもうせっかく僕ちょっと帰ってきたんで、うん、これちなみにあれなんですよ、八重さんのここで買った服なんですよ。あ、そうなんじゃ。そう、八重さんの覚えてます。うちの服です。覚えてないもしかして。覚えてます、覚えてます。八重さんに選んでもらったんですけど、今回も八重さんに服を選んでほしい。あ、選んで、僕が選んでコーディネートしてほしいんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。そう、やっぱかっこよくなりたいなと思って。うんうんうん、かっこよくさすのは俺の仕事じゃけん。かっこよくさすのは俺の仕事じゃけん。作ったな今の。今の作ったと。めっちゃ君顔でしたよ。なんでちょっとこっからゴンさんと服選んでコーディネートしてもらうっていう。え、逆にさ、自分で選んでもらって、はい、俺がそれに対してコーディネートするって。そうそう、服選んでこれをどう着こなせばいいかとか、そう、久々に聞きたいなと思って、それやっていきます。なるほど、皆さん聞きました。聞きました。センスが問われるんですか。まあ、選べる間にとっととね、閉店作業しといて。助かります。では、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、ゴンさん、結構僕、王道選びたいんですよ。王道、はい。なんか、その奇抜なやつって僕、あんまりなんか、ちょっと怖いんですよ、手出すの。あー、なるほどね。で、このお店結構奇抜なやつもあるじゃないですか。そうだね、ちょっとこれあるんかな、みたいな。それとかね。これとかね。これゴンさん選んでましたよね、これね。ちょっときついなっていうか、どうしたらいいんだろうみたいな。思ったりとか、あとこういう、これとか。うん。春っぽいけど、ちょっとなんか、いや、怖いな、みたいな。あるんですけど、これは、なんか、また後日、次回とかで選びたいんですけど、普通に僕、みんな知ってるオフホワイト。うん、で僕も知ってるんですけど、オフホワイトのイメージって僕のイメージ、まあ、黒と白なんですよ。うん、うん、まあ、白黒黒白、ここになんか青とかもあるんですよ。それなんか明るい色多いよね、最近なんか多いらしくて、僕もあんま全然詳しくないんですけど、うん、うん、これ見つけて、お、これ可愛いなと思って、これはね、八重さんにこの明るい色のオフホワイトをコーディネートしてほしいなと思って。なるほど、おしゃれに着こなすっていうとこで。閉店作業できたかな。だいぶ早く来ました。うん、まあ途中でもいいや。マジでやってたんだけど。ガチでやってるんだ。このオフホワイト、めちゃめちゃ簡単なの選んでくれたね。簡単らしい。うん、どういうコンセプトでいくかっていうのはあるんだけど、まあ翔太だったらナチュラルに着たらいいんじゃないかな。あ、もう王道に、うん、うん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 。まあなんか自分に違う感じで着たいのか、はい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 、今まで通りに着たいのかっていうのはお客さん目線で大体聞くけど、うんうんうん、俺が勝手に作るわ。勝手に作るかい。え、じゃあちょっとシチュエーションとかは、これをどのタイミングで着るっていう設定でいく。あ、じゃあデート仕様で行きたいなと思います。誰だ。水色でデートに出かける場合、女性は多分好きか嫌いかめっちゃ分かれると思うんですよ。うん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 、うん、なんで結構みんな、あ、それだったらいいかもみたいな感じを作っていこうかな。うん、いいっすね、いいっすね、うん、それ欲しい。本当はパンツはグレーとか、はいはいはい、そういうのを合わせたら結構ナチュラルになるんですけど、うん、へー、グレーのパンツが今日はないんで、うん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 、ちょっとやってみたいと思います。あー、どうだろう、主張あんまり出さなくていい。あ、全然全然、そっちの方が。デンデデンデンデデンこれを重ね着しちゃいます。重ね着するんですか。うん、オフホワイトにオフホワイト。いや、それがストリートですから。いや、これインナーじゃろ。どこ出すの。それインナーじゃろ。オフホワイトのオフホワイトがそんなにやばい。なんでこうしたかって言ったら、本当は水色に水色のデニムを合わせるとかっこいいんだけど、うん、はい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 、ちょっと変人感もあるじゃん。あ、まあ、おしゃれすぎるとっていうところあるから、あえて白がいいかな。うん、一回ぼかして、まあ前回の動画でもあるんだけど、うん、強いカラーこそぼかす。うん、まあ、白とか黒とかやりたいってことですか。そうだよね、青道な色、うん、まあ、白がそれが好きじゃないですってなったら黒にしてたけど、はいはいはい、まあ、夏っていうテーマがあって、うんうん、
これで行こうかなと。全身オフホワイトで。かっこいい。オフホワイターになるわけですね。ちなみになりたいなりたい。これって簡単なんで、うん、こっから組み上げていくことが大事かなっていう。なるほどね、うん、さらにプラスの着こなし方っていうところ。そういうことです。うわー、いいな、ちょっといいなそれ。まあ多分細いパンツ履いてきてるから、うん、細いパンツは確実に似合うと思うんで、うん、あえて挑戦。あえて挑戦。ああ、うん、したい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 。それで行ってもらいましょう。じゃあ一旦これでお着替えで。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。 5 minutes later。 どう翔太。あ、できましたよ。じゃあ出てきてもらいましょう。出てきて。どうぞ。いきまーす。ちょっ、変わるねやっぱ、うんうんうん、どうです。ちょっとなんか可愛い感じなんだね。うん、あ、ほんとだ、可愛い。知らず知らずとサイズ感も合わせて、うん、うん、いや、あれがいいですね。1枚ね、この青を見ただけだったら、うん、これどうやって合わせるんやった。青めっちゃ主張強いなんだよ。いや、これ1枚で合わせるんだったらさっきも言ったようにこうグレーとかの方が馴染みやすいけど、うん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 、デートなんだよ、うんうんうん、黒パンかデニムを下に持っていきたかったんだけど、まあその緩さが見てみたかった。あ、なるほどね、うん、あ、僕あんまこういうの履かないんですよ。緩い、なんかダボっとする、うん、腰はバキしないし。ショートデニム初じゃない。え、多分初っすわ。うーん、人生、もしかしたら人生下手すと、ほんと初かもしれない。見たことないですね。今日初めて見た。人生初めてですね。うん、ね、確かに確かに。結構いけるんじゃない。うん、こういう履き方マジでしないし。うん、ちょっと後ろ向いてみて。はい、どうっす、統一感もいいんじゃないですか。うんうんうん、バランス良さそう。うん、見てて。いや、バランス感ない。あ、大事なの、うん、服ので、これ見てもらったら結構シンプルじゃん。うん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 、シンプルにまとめたんだけど、うん、可愛い感じにしたいんだったら、まあちょっとこう、綺麗め。はい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 、カジュアル強め。うん、もういいし。アミリですね。アミリです。爽やかで若々しいかも。うん、なんだけど、こう大人っぽい切れ感じでいくんだったらやっぱアミリが、ね、いいかな。でもさ、こうファインダー越し見よったらさ、ホストレコードに乗ってるちゃうな。あ、そうだね、確かに。そうやね、細身のパンツ履くともっと多分シルエットがの雰囲気が変わると思う、ね、あ、確かに確かに、かわいそう。ただね、ショーツが細いね。あー、まあ確かに確かに、細い思った。細すぎて合わせるパンツが難しいかも。あ、なるほどね。うん、はいはい、細すぎも大変なんだよね。そう、体型ってちょうどいい比率ってやっぱあると思うんですよ、うん、自分も大変よ、ズボン選ぶとき。あ、ごめんね。細いパンツ、俺本当はこっちが履いてほしいかも。ちょっと崩した感じで。うんうんうん。いや、俺これ普通の人あんま選べなくないですか。ちょっとね、このなんかこの柄たちにね、うん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 、気がしてるよね。だって家庭科の時ですか、バンダナみたいな形。あ、小学生の横の。いや、これがおしゃれなのって。あ、そうなんだ。人が発想しないものをデザイナーが作ってるから。うん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 。ペイズリー柄。ペイズリー、ペイズリー。最近多いよね。なんか、そうなんペイズリー柄流行ってる。のハイブランドもだけど、中級ブランドたちもよく使う。へぇ、うん、これ大事ですね。今流行りってことね。うん。あ、今使った方がいい。ちょっとこれ履いてみてよ。あ、ちょっとどう。いや、これ、もうこういうのとかもね、マジで履いたことない。いや、これ、マジでいいな。2000 years later。 はい、どうぞ。じゃん。あ、絶対いいわ。マジです。めっちゃいい。印象変わるね、うん、全然変わりますね。今期は、うんうんうん、やっぱちょっとこうカジュアル路線を強めでいきたいなと思って、はいはいはい、ってるんだと思うんですよ、世の中が、うんうん、へえ、やりすぎず。あ、そうなんですね。うん、まあ、確かに俺が結構今年からやってるのはトップスを結構ちっちゃめにして、うんうんうん、パンツ太めな感じで、あ、はいはい、今期はやってるんだけど、はいはいはい、そういうのも兼ねてナチュラルじゃないです。うん、うん、なんかグッチグッチみたいな流行ったじゃん。 あれこそ2年前かな、うんうんうん、あのギラギラさん感じがないよね、うん、そうそうそうそ う, そうなんかいやらしさがない、本当に、うん、全身ブランドなのにいやらしさがないって、うん、そう、可愛いよねっていう感じで、うんうんうん、だってこれは変な話、そのバカにしてるわけじゃなく、はいはい、ファストでは存在しないから。まあまあそうですね、確実に。確かに確かに、うん、でもあれですよね、まあ、僕とかそれこそ大学生とか、うん、ちょっとハイブランドに、まあ、オフホワイトとか特に憧れるじゃないですか、うん、そういう人だったら
ここの確かにこれ柄可愛いけど、うん、最悪これを表現したかったら、うん、この1枚の白のオフホワイトが一番主張できるじゃないですか、うん、やっぱオフホワイト着てますよって主張したい人、うんうんうん、だったらここを普通のファストファッションにして、うん、これの1枚白の1枚のオフホワイト、うん、買って やるのもありってことですね。そういうこと、全然このシルエットになるというか、まあ、このズボンのこの柄はちょっとそうやね、最強にしたまでじゃない、最強にしたまで、うん、さっきのやつだったらちょっとありそうじゃないですか、うん、なんならオフホワイトのやつじゃけん、結局はどこを重要視するか、うん、ファッションはどこを重要視するかなんで、うん、じゃあもしオフホワイトが着たいです、うん、だからオフホワイト着たらいいけど、うん、何が重要かってファッションじゃん、確かに、はい、ブランドじゃないんで、何が重要かってファッションじゃん、確かに、はい、ブランドじゃないんで、確かに確かに、大事なのは、うん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 、オフホワイトを着たからって、うん、別に誰よりもファッションが勝ってるわけでもなく、まあそうね、うん、まあ確かに確かに確かに、俺がさっき事細かく言ったのはこのサイズだからこういうの、うん、こういうのっていうのがあってファッションだから、うん、あーなるほどね、うん、まあおまけでしかないって結局ってことね、そう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 、その人のおまけでしかないっていう、うん、なるほどね、その人の良さを最大限に出すための武器だから、うん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 、確かに確かに確かに、うん、俺だったらまあこういう感じが今のショートの年齢となんかバッチリ合うんじゃないかなとは、へ、うん、いいっすね、じゃあこれを逆にヤイさんだったらどうもっとおしゃれに着こなすか、これって結構僕王道だと思うんですよ、うん、でもまあ今服を組み合わせたけど、うんうん、それをさらにじゃあちょっとあいつ変わってるおしゃれなんだ、いやあいつ個性的な、個性的なちょっとあいつちょっと最先端いってるなみたいな、うんうんうん、感じだとこれどうすればいいんですか、なんかあります、これを頭にキャベツかぶるとかうん、うん、あの人憧れるなみたいな着方をちょっとこの T シャツ使ってやってみたいですね、オッケー、やってみます、おっ、ちょっと見たいなそれ、じゃあ変身してから一発目で見てもらおうか、そうですね、オッケー、こっからはパス見ててくださいあー君は初めて一歩踏み出す